鶴見周辺、歩きましょう。おはようございます。キリタンのラーメン食べ過ぎを抑えるため、仕方なく同行する、ゆずきゆかりです。おはようございます。ゆかりさんの徘徊に仕方なく付き合ってあげる、東北キリタンです。つけ麺、久しぶりですね。鶴見、久しぶりですね。新横浜の秘境な宝庫と、篠原口を通り海沿いへ、横浜市北部に位置する鶴見区へ向かいます。ずいぶん入り組んだ道ですね。アップダウンも激しく、計画せずとも迷子に、ようやく大きな道に抜けると妙蓮寺駅前、二葉みなとみらい線の列車が通過します。こっちは横浜線ですね。都会らしく、鉄道も高架もたくさんで徒歩がはかどります。少し進むと排水塔を発見。昭和12年に建設され、高さを生かした水圧で遠方まで給水、ネギ坊主の愛称で親しまれています。水道道なんて不思議な名前も関係あるんですかね。上水道が整備された初期、この道沿いに水道管を配置したことに由来するそう。ラーメン散歩のはずが、近代水道の歴史を学んでいると、鶴見駅前へ川崎扱いを否定するように市営バスが並びます。そうだ、今回こそルートは分かっているんですか。いえ、目的地の住所からなんとなく導いて歩いてます。ゆかりさん、ああ、見知らぬ路地から出ないと得られない栄養を感じます。これだから計画的迷子はやめられます。大丈夫なんですか。大丈夫でした。大丈夫でした。まあ今回の目的地、ラーメンの氷隠れ峰に到着です。相撲ジンクが流れるこちらのお店は、元力士の店主がしこ名を野望に改良したもの。メニューはこんな感じ。つけ麺に濃厚あっさりのラーメンがラインナップ。迷ったら左上と古事記にも書いてある隠れ峰つけ麺も松打ちで注文です。ちょこんと乗った三つ葉が可愛いね。じゃあ早速いただきます。分厚い旨味の濃厚魚介豚骨、美味しいです。濃いスープに負けない、極太ストレート麺も良き。天竜湖だからこその香りもたまりません。トッピングも抜かりなし、ふや油揚げ、ほうれん草と個性抜群。ちゃんこをイメージした豚しゃぶや鶏団子も相性バッチリです。ごちそうさまでした。元力士のオーナーが営む濃厚魚介豚骨、今度行くときは濃い方のラーメンを試してみたいです。では、じゃあまだ見ぬ道を歩きたくなったらお会いしましょう。え、そうそう、よろしければいいね、マイリス、ツイッターのフォローお願いします。今回のいいねは、鶴見と近場の割に徒歩距離がかさんだ理由です。それではご視聴ありがとうございました。